お肉が食べれなくなる。はい、どうもチャンネルで始めていきたいと思います。6月4日火曜日。はい、ね、お肉がね、どんどん値上がりしておりますけれども、まあ牛肉のね、話をちょっとね、してみたいと思います。まあ東京都内のステーキ専門店がアメリカ産牛肉の価格高騰に苦しんでいたということでですね、もうとにかくね、アメリカ産牛肉の仕入れ価格がね、毎月のようにね、上昇し、約半年で1キロあたり300円以上価格が上がったと。で、2024年3月にはほとんどのメニューについて2割から3割ぐらいね、値上げに踏み切ったということでね。ただね、ランチタイムで100人以上ね、ご来店いただいてたのがですね、値上がったことによってですね、80人程度に落ち着いてしまったということでね、まあ、2割減ということで、結構えげつないですねということで。で、アメリカ産ね、牛肉が高騰する中ね、オーストラリア産ですね、オーストラリア産が、まあね、安いですよということでね、まあ、外国産牛肉はいずれも値上がりを続ける中、アメリカでは、特にね、干ばつなどの影響で生産量が減少したことで、値上がりに拍車がかかる一方、オーストラリア産の、牛肉の生産は好調で、その分価格が抑えられているということで、まあね、オーストラリア産に切り替えていこうというね、流れがありますけれども、じゃあね、今度は、2020年からね、オーストラリア産牛肉の輸入をね、一部禁止していたね、中国はね、その制限を5月末に解除したことによりね、また中国のね、需要がね、高まってね、価格高騰がね、やってくるということになるんじゃねえかというね、お話を、されておりますよという感じですね。はい。で、これね、中国だけじゃなくてですね、まあ、アメリカもですね、まあ、こちらの方はですね、まあ、干ばつの影響でですね、もう、まあ、減っておるわけなんでね、まあ、アメリカのね、牛の在庫がね、減少していますと。2024年初めには牛の在庫が、前年比 2.2% 減少し、2800万頭となりましたと。で、2023年にはアメリカ全土の3分の1が干ばつの影響を受けたため、牛の飼育が困難になり、多くの農家がね、飼育頭数を減らしましたということでね、まあ、アメリカの方もですね、まあ、自国のものもね、足らなくなってきているおるわけなんで、じゃあ逆に今度はね、アメリカが、オーストラリア産もね、入れてくるということなんで、アメリカも入れるし、で、中国も、解禁になってね、オーストラリア産を入れますよとなったら、またね、買い負けて、日本がね、肉が食えなくなりますよというようなね、流れがね、来てんなということでね、またやばいねという感じですね。で、今ね、ちょっと、まあ、危惧していることといえばですね、アメリカでね、また鳥インフルエンザがね、また流行しているということで、これね、2022年ね、から現在にかけてね、鳥インフルエンザの流行がね、まあ、アメリカでは続いており、まあ、特にね、2024年には感染の範囲が広がり、なんとね、牛さんにまで広がっていますよということでね、特になんか乳牛の方にね、広がっておりますよということで、で、さらにね、驚いたのがですね、ニューメキシコ州ではですね、ハツカネズミの方にも感染がね、確認されておるということでね、これもなんか昔のね、ペストね、ネズミがペストを運んでわーっと広がりましたと。で、猫がね、猫のおかげでね、ちょっと助かりましたよみたいな話がありますけれども、なんかそれになんかね、なんかちょっと似てきたなということでね、鳥インフルエンザなんでね、まあ、鳥だけなんかなと思ったらですね、まあ、人にもね、感染例がありますし、まあね、乳牛とか、ハツカネズミとかにもね、まあ、感染しておるということで、なんかね、まあ、ブラジルのね、まあ、洪水によって、まあ、洪水の影響によってですね、南部の洪水によって、まあ、鳥ね、ブラジル産の、まあ、鶏肉もちょっと怪しくなってきたりとか、まあ、ブラジルでね、まあ、飼料ですね、まあ、鶏の餌とかも作っておるわけなので、まあ、そこもね、被害を被っているわけなので、まあ、そちらの方でね、まあ、日本も輸入ね、上位ですね、ブラジルが、飼料関係ですね、輸入してたわけなので、まあ、そちらの方がね、減産というかね、まあ、今度はね、入ってこなくなったら、まあ、国内のね、鳥の飼育とかね、まあ、他の、まあ、豚なり牛なりのね、まあ、飼育も、きつくなってくるね、まあ、飼料の高騰、今もね、叫ばれておりますけれども、まあ、今後もね、上がってきそうな流れが、来ておりますし、まあ、そのニュースがあったんでね、この間ちょっと仕入れ先でですね、
ブラジル産ってね、値段これから上がりますかって聞いてみたら、いや結構上がりますねっていうねアンサーが返ってきましたので、おブラジルがね、かなり上がりますねっていうことなので、まあ、当然ね、国産のね鶏も、上がってくるなという流れがね、まあこれもうほぼ確定したなというね、今はなんかね、在庫がね、在庫分がそのね洪水が起こる前のね、まだ安定供給されてたね、時の、在庫分がねあるから、まあそれがね吐け切った後に、今度はね大幅なね値上がりが、まあブラジル産のね鶏もやってくるということで、まあだいたいね、惣菜とかね、まあお弁当とかに入ってるのは、まあだいたいブラジル産使ってるね、まあ安い弁当の唐揚げ弁当とかはね、まあブラジル産使ってるところが多いと思いますので、これからね、安く唐揚げ弁当とかね、唐揚げがねお惣菜で、唐揚げがね食べれる時代はね、終わったなというような感じで、これからはね、鶏の唐揚げもね、高級品になってくるようなね、なかなか庶民のね、お口にね、入るのがね難しいような、流れがね、なんか出来上がってしまったなという感じですね。はい。でまあね、このアメリカでね鳥インフルエンザが、まあ、大流行ということなので、当然ね、まあ、去年ね日本でも、猛威をね振るっておったわけなので、まあ、今年も今のところねまだ大丈夫らしいんですけれどもね、今年もねまた流行したらですね、昨年もね、もう本当にね、入りにくく、まあ、特にうちで使っている鶏皮がね、完全に入ってこなくなっちゃったんでね、皮をね止めてた時期もあったわけなんですけれども、まあそれに似たようなね現象が今年もね起こりそうだし、今年に至ってはですね、鳥の値段がね爆上がりする可能性がね大になってきたなということで、でさらにね、まあこのチャンネルでもねたびたび紹介しておりますけれども、アフリカね豚熱がまあね世界ね各地でまあ発生しておってですね、まあ直近ではですね、まあ中国とかでもね流行ったことがありましたしね、まあ東南アジア等でもね流行しておったわけなんで、まあそちらの方でね流行っているということはですね、もうね日本にも入ってくるのね待ったなしかなっていうような感じなんで、これがねアフリカ豚熱ちゃんがやってくるとまたね豚のね殺処分等がね起こりますので、こちらの方もね豚がまた上がるなという感じで、でまあ最近で言うとですね、まあ週末ね、週末というかね休みの日にね、まあ市場調査でねスーパーに行ってですね、半額あさりのね旅に出るんですけれども、まあそこでねぐる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 ね、半額あさりのね何が素晴らしいかって言ったらですね、まあ当然半額でねお惣菜とかね商品が買えるのもねプラスなんですけれども、こうね時間帯ですね、その半額シールが貼られる時間までねこれぐる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 回ることによってですね、万歩計というかね歩数がね稼げるというね、ウォーキングをね加味して、で週末ね、その半額あさりツアーにね行くとですね、まあ、大体普段ね全然歩いてないんですけどね、7000歩ぐらいにはね、1日になりますので、結構ねそのショッピングモールをですねぐるぐるね、まあ、本屋を巡ってとかね、まあ、そういうぐるーっと回った後に、こうね、半額あさり目当てでですね、まあ、その食品コーナーにね、突入して、でそこでもね、まあ、半額あさりだけじゃなくてですね、まあ、各商品の、まあ、相場っていうのをね、こうねこう見極めながらですね、これも上がってんなこれも上がってんなっていうようなね、まあ、そういうね値段をちょっとね頭に入れていく作業もね、兼ねて、なおかつね半額あさりをしておるわけなんですけれども、最近ね最近で言うとですねスーパーでもねカナダ産のね豚がね、取り扱われておるなということで、まあ、当然ね牛はですね、まあ、アメリカ産、オーストラリア産で、まあ、国産とね、まあ、3種類が、ラインナップされておるわけなんですけれども、まあ、それで、まあ、アメリカも、オーストラリアもね値段が上がっておるわけなんですけれども、豚の方もですね、まあ、昨今ね豚の国産豚がですねめちゃめちゃ高騰しておりますので、まあそのね代替品としてですね、まあ、カナダ産の豚さんがね輸入されて、まあスーパーにもね売られるようになってんだなと思ってですね、でまあその値段見るとですね、まあ、数年前の日本の国産の値段ぐらいですねになってますので、まあカナダ産といえどもねやっぱ高えなと思いながらですね、まあそれは当然ねどこのね国でも飼料高騰とかね、まあ円安の影響と、まあ、海外から入れるということは円安の、ね、影響等もありますから、まあ、カナダ産がもともとは安くてもですね、
あ、それはね高くなるわなと思いながらも、まあでも国産に比べたらねまだ安いからね、まあそういう安いね、焼き鳥とか、まあそういうとこはねカナダ産使ってたりするのかなと思いながらですね、まあ国産だともうすぐちょっとね手が出せなくなるようなね、ぐらいまでね値段が上がってきておりますので、国産のね、豚を使って、まあ、焼き鳥のね豚串を刺すとですねなかなか利益が出ないよというようなね今構造になってますので、ちょっとね、苦しい状態がね、まあ、焼き鳥屋さんも続いておるというわけなんですけれども、金沢さんがね、出てますよというのをね、まあやっぱり半額あさりツアーね、やっぱり1週間に1回ぐらいはね、やっとかないと、もう本当にね、どんどんね、もう値段が上がってますのでね、その値上げのね、ペースに、感覚がね、脳みそがついていかなくなっちゃいますので、まあ1週間に1回ぐらいはね、もうくまなくスーパーのね、全商品ね、あらゆる、商品ね、そういうね、情勢とかね、動向をね、頭に入れとかないとですね、もう知らない間にね昔の感覚でねあこれぐらいやったっけと思いながらですね、値付けをしてたらねあっという間に、クソ赤字になっちゃいますのでね、まあ、それの、まあね、勉強というかね、まあ、市場調査をもう兼ねながら、なおかつ、まあ、半額あさりもできるというねでなおかつ、運動にもなるというね、まあ、半額ね、ツアーっていうのはね、まあ、こういうね、利点もありますよというね、ご紹介でございました。はい、というわけでね、まあ、豚もね、ちょっとね、アフリカ豚熱が、日本に入ってきたらね、まあ、一番最悪なのがですね、まあ、本当に、ね、鳥インフルエンザが流行って、ね、アフリカ豚熱も流行って、でなおかつね、またね、アメリカとかがですね、まあ、干ばつとか洪水とかね、まあ、自然災害によって、まあ、畜産、ねの方もですね、被害を被ってですね、まあ、外に出せない状態ぐらいまでね行ったりとか、になるとですね、もうアウトやなという感じでねで、まあ、そうなった時はですねもう、外国からねだいたい飼料を輸入しておるわけなんで、まあ、その、海外でね洪水とか干ばつとかね、まあ、異常気象の影響を受けるとですね、まあ、当然飼料のね、まあ、トウモロコシとかね、小麦とかね、まあ、そういう、海外からの飼料のね、値段も爆上がりしますので、まあね、入ってくるうちはいいけども海外からの飼料すらも入ってこなくなりましたよってなったらもうね、本当に肉ね食うもんなくなるなっていうぐらいのね、状況まで追い込まれてね、しまいそうなんでね恐ろしい世界やなと思いながらですね、まあ、そのうちね、まあ、居酒屋でねお肉関係がね、扱えない、日がね来るかもしれないというね何売るってね肉売れんかったらねもう何売るよっていうね魚も高いしなとね思いながらですねで昨日かな、おニュースでねまあ最初ねホットモットさんのね、ニュースなのかなと思ってるおーと思ったんですけれどもね、まあ海苔弁ねまあとあるねまあそういうお弁当屋さんのお話ですけれどもねまあ海苔弁がですね、まあ、380円でね、抑えていたところまあそうやってね有明海とかねあっちの方ですねまあ海苔の産地のまあプランクトンですねが大量発生して、まあ、海苔がね、やられておりますということで、まあ、海苔のね、まあ、数も少ないと、そして、まあ、値段がね、爆上がりしてますので、海苔弁もね、値上げね、せざるを得ませんというね、状況に追い込まれて、まあ、380円だったところをね、まあ、450円になりましたよということで、まあ、400円のね、壁を超えましたということでね、海苔弁もね、まあ、そんなね、450円になる時代なんかと思いながらですね、もう最悪ね、海苔いらんねやないかなというね、海苔弁じゃなくてもうなんかコンビニとかでね、一時ありましたね、ご飯と本当にウインナーしか入ってないね。で、めちゃめちゃ、なんぼやったかな、200円とかで売ってましたかね。めっちゃ安い中ね、もうエッジの効いたね、尖った弁当がね、大人気みたいなね、大人気ってこれ誰が食べるんかなと思いながらですね、ね、思ってたんですけどね、まあ売れてたんでしょうけれども、最近見ないからもうブームが去ったんだなと。まあ、どう考えてもね栄養に偏って、まあ、体には良くねえなという感じで、まあ、お腹もね太らないからねあんまり、なんかコスパはね逆に良くないんじゃないかなと思いながらね見てましたけれども、まあそれと同じようなね感じで、ね、まあ、海苔弁だけれどもねかっこ海苔なしみたいなね商品があってもいいんじゃないかなとね、海苔がなくてね、まあ、白身魚フライとなんかちょんちょんとね、なんか、ちくわかな、ちくわフライかな、とかね磯辺揚げみたいなやつですかねで乗っててね、まあ380円背置きみたいな感じでもいいんじゃないかなっていうぐらいのね、もうこだわりをね捨ててなんかコスパよくね、出した方がまだマシなんじゃないかなというようなね、もうそのうちね、おにぎり屋さんでもね、海苔なしおにぎりが当たり前になるね時代が来るかもしれませんね、
逆になんか、なんか他のものでね、そぼろかなんかでこう包んでね、出すとか、具が外にね、まぶしまくとるとか、なんかそんな感じのね、おにぎりが、海苔がもうね、ないから、もう海苔なしのおにぎりにしますよとかいうね、まあ世界観がね、やってきそうな、感じがするぐらいのね、まあ、海苔弁がね、値上がり、海苔弁も値上がりしてますよというね、おニュースでございました。はい。で、今日のね、おニュースでね、実質賃金がね、25ヶ月連続のね、減少で過去最長というね、いうことで、今年4月はね、前年同月比ね、0.7% 減ということでね、はい、日本ね、どんどんやっぱり貧乏になってますよということでね、まあ、給料はですね、働く人のね、一人当たりのね、今年の4月のね、現金給与の総額はね、296,884円でしたということでね、まあ、前年のね、同じ月から 2.1% 増えてますけれども、で、まあ、28ヶ月ね、連続の上昇となったけれども、まあ、物価高にね、まあ、追いついてないということで、まあ、実質賃金はね、0.7% ね、減りましたよということなので、はい、もうね、もう貧乏ですね、まあ、どんどん日本人はね、貧困になっておりますよというね、流れでございます。はい。で、もう一個ね、びっくりしたのが、まあ、2023年のね、合計特殊出生率が、1.20 で、過去最低ね、更新ということでね、まあ、東京都がね 0.99 とね、全国初めて1をね下回りましたということで、まあこれはまあコロちゃんのね影響とかでね、まあいろいろね出会いとかもないですしね、まあ子供もね、やめとこうかとかね、まあそもそもがねお金がないからやめとこうかとかね、まあそういう影響等もあるんでしょうけれども、ね、今年は本当に、何人ぐらいね生まれてくるのかなというねデータがですねなるのかなと。で、婚姻数がですね474,717組で、まあ、戦後初めてね50万組を下回りましたということでね、まあ、そもそもがね、結婚する人がね、ペアが47万だからで、まあ、1人ね生まれるか生まれないかなんで、今年のね、まあ、婚姻数で言うとですね、まあ、47万人ぐらいしかね、まあ、みんながみんな子供が生まれるわけじゃないから、まあ、そのうち40万人割れとかねなんかそんなことになるのかなというぐらいのね、まあ、その外国人の方とかも入ってきてますけども、そういうね、のはなしで本当に、純粋にね日本人だけでね、出生数数えたらねもう50万人割れしてましたとかね、なんかありそうな感じで、まあちょっとね本当に若い子がねいないからもう本当に金のね、宝ね、になってますよ ねと、いうことでね、あーなんかいいニュースがないですねというね、お話でございました。はい。というわけでね、まあ、ちょっと本当に、まあ、牛肉はね、本当に1年にね、1回ね、食えたらいいかなというね、昔のね、ビフテキ、すき焼きのね、時代に戻りましたね。まあ、日本人ね、また、ね、牛肉がね、食えるのは、まあ、1年に1回ね、お祝いの時だけだというようなね、わーいというようなね、世界観になりそうだし、もう何だったらね、外食するのもね、もう本当に昔の、百貨店がね出始めの頃にですね、まあそこの百貨店に入ってるレストランにね、もう一長羅をね家族みんなね一長羅を着てですねおしゃれをして、ね家族みんなでね週末行ってですね、で子供がねお子様ランチをね、食べるのがねもう至高の喜びやというようなね時代がありましたけれども、またなんかそんな感じにね、まあ、外食自体がまあとんでもない贅沢のね、行為だということにね、なってきそうなんでね、まあこれからね気軽にねあの外食ができるようなね時代が終わりをねつけていきそうなね感じがしますけれども、まあサリトとね先ほど紹介したねまあステーキ店のね話ですけれども、まあランチでね100人ぐらいねご来店いただいてたのがですね、まあ2割減の80人ぐらいになりましたよということでね値上げしたらねということなんですけれども、そもそも論がですねランチでねあのステーキ食えるってねまだ江戸はね金持ってんなと思いながらですね、ああすごいなという感じですよね。でまあ江戸の話で言うとですね、もうランチのね、平均価格がですねもう1000円超えてるよっていうようなね話も聞きますので、もうワンコインでね、まあ、食えるね時代というのはもう当の昔にね、過ぎちゃって、まあ
食えんことはないけれども量が減ってるから腹が太らんからね、まあ、外で働いてる人なんかでねワンコインの商品があったとしてもですね、まあ、それだけじゃね腹が膨れんから、プラスアルファでね何かを注文しなくちゃいけないよというようなね流れになりますからね、まあ追加でね注文したらね、また高くなっちゃいますよというようなね、感じになりそうですしね、最近びっくりしたのがですね、スシローさんですかね、スシローさんのハマチがですね、まあそもそもの皿の値段がですねまでしたということでね、代表お手すきでしょうかと言われたのでね忙しいですと言ってねガチャンと切りましたというね、感じですけどね、はい、スシローさんがですね、まあそもそもはね、お皿の値段がね上がって特に、都市部ね、東京のとかですかねだと130円、こちらだと120円の皿なんですけども、まあ10円ね高いところもありますけれども、まあそのねハマチ、まあ過去ブリですかね、ハマチの、今まで2貫入ってたのがね1貫になってますよというのでね、おおハマチがね、1貫になってるわと思ってね驚いたんですけれどもね、ああまあしょうがないよねと思いながらですね、でもサーモンとかまだ2貫で出してるのかと思いながらですね、なんでハマチだけなのかなと思いながら、ね、サーモンとかの方が高いんじゃないかなと思いながらですね、もうね、マグロも高いですしね、もうそのうち全部がね値段据え置きでね、また100円に戻しましたよとかね、いう感じで、全部1貫になりましたっていうようなね、まあ、実質、値上げね倍の値上がりみたいなね感じになりそうなぐらいね、もうなんか魚関係もねもうか大変なね状況になっておりますので、まあ大変やなと思いながらですね、もう本当に何もかもね高くなって、でしかもちっちゃくなってますからね、でこの間ね休みの日にですね、まあ、ちょっと市場調査者も市場調査もね兼ねてですね、まあモスバーガーですね、モスバーガーにまた行ってきましたと、で、なんかねプレミアのね、プレミアムなんか照り焼きバーガーみたいなのがね690円だかなが発売されてたんでね、何が違うかなと思ってですね、まあね試しにちょっと、分析してみようとね、まあ、商品開発のねヒントがあるかもしれんと思ってですね、それを注文してですね、まあ、ポテトつけたら1000円超えてたんでね、もうアイスコーヒーの S だけつけて、950円でね収まったんですけども、あ高えなと思いながらですね、で、食べてみたらですね、まあ、卵とね、まあ、あとは牛にね、まあ、肉にこだわってるんでしょうけれども、まあぶっちゃけね食べた感想で言うとですね、あシンプルにね普通のモスの、照り焼きバーガーを食べた方が、幸せ度はね高いなっていうのがね、照り焼きバーガー好き的なね、まあ、個人的な感想ですけれども、まあ690円で、まあ、いろんなことをねこだわってるのは分かるんですけれども、シンプルにね普通の照り焼きバーガーの方が満足度、個人的なね満足度は高かったなと思ってですね、まあ一概にね、あれもこれもねなんかこだわってね、はいこんな感じに仕上がりましたちょっとね、まあ高級路線のね、ハンバーガーにねしてどうですかってね、あれ新感覚の照り焼きバーガーができましたっていうね感じなんでしょうけれども、まあユーザー的にはですね、まあ普通の照り焼きバーガーの方がねなんか、なんか卵が入ることによってですね照り焼き感がねちょっとなんか半減しててね、ボソボソ感が出るし、普通の照り焼きバーガーの方がレタスのねシャキシャキ感と、マヨネーズとね、まあ、そのね照り焼きのタレと、あとお肉のねこの絶妙なね辛みが、ね 体感できますので、あやっぱシンプルな方がいいなと思ったのがね、まあ、個人的な感想なんで、まあ、例えばよくねカレー屋とあるあるですけれどもね、あれもこれもねはいこれも健康的にいいのでね、まあインドのアーユルヴェーダーのね体にいいやつよろしくじゃないですけれども、まあ、あれもこれもね、体にいいからですね、はい、この、シナモンも入ってますよとかね、まあ、本当にこのね、このね、スパイスも体にいいですよとかね、20種類ぐらいね、スパイスが入ってるカレーですとか言ったらね、あなんかスパイス好きというかね、健康オタク的にはね、うわーってなりそうですけれども、食べたらね、あまり美味しくなくて、もう普通にね、シンプルなね、普通のカレーに入ってるようなね、スパイス、まあ4種類ぐらいで、作ったやつの方がね、まあ普通に美味しかったりしますので、まあなんかこだわりすぎたらね、逆になんか一周回ってね、あんまりそうでもなかったとね、思ったほどね、美味しくなかったと。まあ美味しくないことはないけど、うん、なんかね、物足りないというかね、普通のシンプルなやつの方が美味しかったというね、オチになりますので、まあなんかね、こだわりというのはね、まあね、まあ、ユーザーに、ね、届かなかったら意味がないなという感じですよねというお話でございました。はい、というわけでね、まあ、本当に、ちょっとね、情報を、ね、シャットアウトしてるとね、一気になんか浦島太郎に、ね、なっていきそうなぐらいね、物価高というかね、数が減ったりとかね、値段が高くなったりとかね、まあ、味が
味が落ちたりとかね、なんやったらもうポテチもね、ほとんどね、ガスを買ってるようなね感じですよね、中身がね。はい、というわけで、まあどん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 値段がね上がっておりますよということでね、まあお肉元にね戻りますけれども、お肉がね食えなくなるようなね流れが来てるねというので、居酒屋どうしようというお話でございました。はい、で今日ですね、今日ね、めちゃめちゃ暇でしたね。もうわや本当に、先週のね、先週の休み明けからね、まあこれで2、4、6、6日連チャンね、負けということでね、週末ですらね白星がなくて全部ねボロボロやったんでね、ああこれ機材エアコンとかね、まあ結局補助金等が取れなかったんでね、もう修理の方にね回したんで、まあ修理にしようと、いうことに、ね、なったんですけれども、まあ焼き台の方もね、その新品買わなくてよかったなとね、借金して、設備投資してたらね、ああもうなんか設備投資代だけでね積んでたなというような流れがあるんでね、まあ本当にね、機材を買い替える時もね、もうタイミングよっぽどね金に、資金に余裕がある時にバッとやっとかんと、もうねいつもカツカツのね自転車操業の時にねでかいの買ってしもたらですね、もうそれで資金ショートしちゃいますよとね、綺麗な、機材はね、ありますけれども、店が回らなくなってね、はい、終了というようなね流れがありますのでね、まあ難しいなというようなお話でございました。はい、まあ、ただね今日ね、ご来店くださったねお客様で広島からね、ご来店くださる方がいらっしゃるんですけども、昔からね、まあ、広島からこちらの方にねお仕事でやってくださいね来てくださってたお客様のねお連れさんなんですけれども、まあ、その方が今日はねお一人でご来店くださってですね、話聞いてたらなんか YouTube 見てるから下関にもね、来ていただいたみたいでね、ああ嬉しいなと思うよねいうことで、まあ明日はね九州の方にお仕事に行かれるということで、まあ下関はね通りがかっただけなんですけども、まあわざわざね泊まっていただいて、わざわざねうちにもご来店くださってね、めちゃめちゃ嬉しかったですとね、ありがとうございましたね、助かりました、おかげさまでね坊主が回避できました、ありがとうございました。はい、というわけでね、まあ居酒屋をね経営している身としましてはですね、まあ肉関係のまあ高騰はね、まあ致命的やし、まあ今後ね、値上げしてね、まあそのさっきのね定期店の話じゃないですけどね、まあ値上げしたらね客数が2割減りましたよというね、まあそんな話がねもう至るところでね、でこれから出てくると思いますので、ああってね、まあそれで悩まなくちゃいけないようなね流れが来てますよというねお話でございました。はい、まあ単純にね値上げしたからね、まあその分しっかりね、数字通りね利益が上がってじゃあ賄えますよというね話ではないので、値上げしたら客数が減って、何やったら売上も下がって、ね赤字幅もね何やったら赤字になりましたよというね流れもありますので、ああきついのというようなね、もう本当に経営つらいというようなね流れでございますと。で、ね約1週間ね白星がないのでね、ああもうこれはねちょっと本当にねノイローゼになりそうですねというお話でございました。はい、というわけでチャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。はい、終わります。